おー、いいです、いいです、すごおくけいいでたあす。ったかい。あほっぺたあったかい。ー、一気に緩む。わ、あば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 。まあ、やっぱりやってるんで、昨日も。だからまあ、一旦悪くなってはいるものの、まあ、うまくやればちょっとだいぶ早いこと取れそうって。本当、さっきまでもうかやこみたいにハイズに回ってたのが嘘のよ。あの痛みからちょっと解放されて幸せ。ただ油断しないでくださいね、本当にもう、もう、ね、安静にします。はい、それは大事ですね。安静の意味が分からなかった。本当の意味で。そういうことか。やっぱね、家出ちゃうとね、結構、やっぱ、ね、家の中だったら結構捕まるところがあったり、辛くなったら座ったりができるんですけど、外出ちゃうとね、頑張っちゃうね、もうね、どうしてもやっぱり、ね、人目を気にするもあるし、なかなかそのね、どこにでもね休める場所があるわけでもないし、地べたに這いずり回ることもできない。まあできない、さすがにね。背中丸めるぐらいはできてもね。そうそう、信号が渡りきれないっていうことに初めて気づいた。びっくりした。うるさい。静かにしたね。静かにした。余裕は。まあ、だいぶ、いいとは思うんですよね、とりあえずのことで言えば。もうその不安な要素が、ね、そうなくなってきた、あるか、そう、まあ、なくなってきてはいるんだけど、やっぱ完璧にはなくならないんで、それをいかに、まあ、うまく、小さくしておくかで、まあ、こう下手するとやっぱり大きくなってしまうので、やっぱどんな時でもね、その一回悪くなった方はやっぱりもう注意は必要で、やっぱり完全に良くなるってことはないんで、一回壊してしまうとやっぱりこう弱いところ、まあ、ボンドでつけたような感じになっているので、そこら辺をね意識しておかないと、やっぱり不安定な状態のままで無理しちゃうと、結構簡単に悪くなるんで。分かりました、でもだいぶ、相当、良さそうではあるんですよね。反対の横向きできますか。はい、やってみます。お父さんママが死んだからいいじゃん。いやいや、苦しい。やっぱこっちがね、硬いですね。あったかい子さん、あるよ。これでもぐもぐしてて。あ、気をつけて。マグさん、強さ大丈夫ですかね。マグタだ、はい、マグタだ。おお。ここね、貼ってますね。ピンポイント的な。そこも。いや、ここはもう。ここもちょっとさっきと同じで、ちょっと足上げながらやれると早いんですけど、いいです。いいですか？できますかね？中にいいでよった。こんな感じ、あったかい膝、力抜いていただいて大丈夫です、こっちに押すんで。ねえねえ、どこに入ればいいの？これ何これ？カイロ。カイロって
あったかいカイルちゃん。なんか不自然ですよね。うん、いいです。大丈夫そうですか。うん。ああ、すごい効く。いやいやいや、まあ痛気持ちいいの。少し揺らします。はい。はい。大丈夫ですか。はい。浮いちゃうのが辛いのかな。ん？これでなんかね、足がね、やっぱり力入りやすいんですよね。入りやすい。もうなんか全然言うこと聞かない感じ。反射的に。そうですね。うん、硬いもん。硬いのはどこまでしか分からないけど、うん、もうなんかね、自分の体じゃない感じになってる。うん、なんて表現したらいいのか分かんないんだけどね、うん、動いてくれないんだよ、自分の思い通りに。そうですね。おお、おお、でもいいです、はい、もう一気に緩む、うん、そうなんですよ。できればね、やっぱり一箇所でやるよりも広い範囲で同時にやった方が効果が高いんで、伸ばしながらとかね。いいです、いいです、すごくいいです。あー、ふー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 、うん、膝もなんかね、ギシギシしてるからね。どこ？膝もギシギシして、うん、もうそこはね、うん、もう。ぐっとぐっと、あ、鼻が連動してくるからね。あー、ちょっときついかな。ちょっときつい、すいません、はい、こっち一旦あれした方がいい。これこうとかで大丈夫ですか？うんうん、はいはいはい、とか。いやー、一気に緩んだ、うん、一気に緩んだ、すごい、はい、あ、なんかあったかい、ね、どうしたらいいかは分かるんですけど、どのぐらいまでその体勢に持っていけるかとか、うん、このやっぱりね、普通のいつものベッドと違うから、うんうん、その加減がちょっと難しいっていう、うんうん、でしょうね、うん、だって思っている以上に沈んでるもんね。そうなんですね、私の浮いてる足も沈むしだから、うん、やっぱりちょっと結構 ねやりづらいところはありますね、うん、あ、気持ちいいも、はい、その辺も緩んだ、うん、うん、緩んだから全然平気、うん。